どうも皆様こんにちは、マヤです。今日はね、新しいゲームやっていきたいと思います。リングオブエリシウムというね、新作バトルロイヤルゲーム。スポーン地点はね、自分で選べます。こんな感じで PUBG みたいに飛行機で降下するんではなくて、もうマップのね、どこにスポーンするか、それをあらかじめ決めます。で、ここが私で、この青い点が敵さんですね。で、ワンマッチ60人でスタートします。セレクトパック、これがね、このゲームの売りかな。グライディングパック、スキーイングパック、クライミングパックっていうね、この3つのね、移動手段を選べる。これはもうハングライダーで、これスノーボードで、クライミングパック、ロッククライミングとジップラインを使った移動っていうね、この3種類選べます。今日はね、これでいきましょう。ハングライダーでいきましょう。で、こんな感じでスポーンしてスタート。PUBG との大きな違いは、バックパックと武器を初めから持ってる。これがね、いいよね。素晴らしい。バックパックが見つからないストレス。それがないからね。もうほんと PUBG やってたらイライラしますから。はい。そして武器もサクサク取れます。もうそこいら中にね、武器いっぱい落ちてます。だから武器を探すストレスもなく、快適にプレイできる。で、ワンマッチ60人で、だいたいね、20分ちょいぐらいでワンマッチ終わるかな。なので、テンポも良くて、サクサク遊べるといった感じです。ここ、スコープ2つ付けれます。等倍と2倍今ついてますね。これをね、切り替えることができます。等倍と2倍。これもいいね。いちいち付け替えんでいいんで、楽です。ちゃちゃっと、スイッチできるんでね。あ、そうそう。そしてね、このゲームの特徴。上にね、ゴンドラが走ってるんよ。もうこのね、マップ上にね、そこいら中にゴンドラがあるんで、このゴンドラに乗って移動することもできる。そして道中に、もちろん車もあります。とりあえずじゃあちょっとね、移動しましょう。撃てるんよね、これ。この山に登って、ちょっと逆やけどね。進んでる方向逆っすけど。おい。わあ、これが楽しいよね。素晴らしいで、これ。こんな感じでね、飛べるんすよ。もう一発飛ぼうか。こっちからもう一発飛ぼう。こっからね、ゴンドラに乗ることもできる。ちょっとゴンドラ乗ってみますか。せっかくなんでね。ちょっと今日はもう観光で。ここ登って、ちょっと撃たれたら終わっちゃうけどね。そしてちょっと今私、ダメージ食らってるな。このゴンドラ乗りますね。おい。こんな感じで乗れます。そしてもちろん射撃もできます。で、このゴンドラでね、移動できるんで、これが楽しいな、また。そしてこっから降りて、グライダー。っていうようなこともできます。とりあえずね、アンチ入りましょう。ここアンチね。この黒い部分がアンチ。もう一発目のフェーズで、こんだけ閉じちゃうんでね。こっちまで行きまーす。で、このゲームちょっとね、勝利条件が特殊で、最後ね、4人まで生き残ることができるんよ。ヘリコプターが来て、そのヘリコプターの座席が4つあるんでね。それに登ったら生存っていう形になります。まあそこまで行けるかどうかわかんないですけど、ちょっとやっていきたいと思います。で、この辺いろいろ街があるんで、こっち降りてみようかな。生存今37名。さあ、これでアンチ入りました。いやー、これは楽しいな。このハングライダー楽しすぎるでしょ、これ。見つかったら撃たれちゃうけどね。でもなかなかこんな上見ないでしょ。だからなかなか気づかれへんのよね。飛んでても。OK、じゃあこの辺降りましょう。降りるときだけちょっと注意やな。おいしゃー。楽しい。このゲーム人気出ると思いますよ。
チート対策とね、接続人数さえ確立できたら絶対流行ると思う。スコープ、あっと物資落ちてるじゃんそこに。マジか。ちょっと見に行こう、せっかくやからね。もうこれ紹介動画みたいなもんですから。で、物資がね、これ転がるんよ。丸い形してるから。あ、一人行った。かなり弾速遅いなこれ。キル、取れた取れた取れたけど、ちょっと取りに行くの危険やなこれは。やめとこう。1キルできてよかった。でね、あの物資取りに行ってもそんな大したもん入ってない時の方が多いんよな。あんまりいいもん入ってない、そんな印象です、私の印象は。だからあんま無理して取りに行かん方がええような気がするんやけど、どうなんでしょうか。たまにね、8倍スコープとか入ってるんですけどね。で、次のフェーズがこんな感じですね。とりあえず最後まで行きたいですね。ヘリコプターのね、乗り合い、この読み合いが楽しいんよ。駆け引きがね、おもろい。もうこの辺で、うわこの辺で持ってんのが一番無難やと思うんやけど。山の上にね、結構人いてるんよこれ。撃たれたらハングライダーで逃げれるしね。この辺でちょっと持っときますか。できれば最後まで行きたい。 とりあえずね、トップ10には入った。わあ、ほら転がってる、物資転がってるわ。車登っていった。山の上注意ね。もう次でね、最後のフェーズやと思います。ヘリコプターフェーズ、この感じなんで、私ど真ん中。これやな。後ろから撃たれた。やっぱさっきのやつが上登って一人いてますね。あのてっぺんにいてるわ。ほらほら、そこいてるね。いや、ここの山のてっぺんいてるね。ここいてる。さあ、そしてヘリコプター来ました。ヘリコプター飛んできました。このヘリコプターに乗り込んだら勝ち。はあ、回復がない。どこやろ、ヘリポートどこやろ。これか。このね、ヘリポートの駆け引き、降りやがったね。取った。撃たれた、別に撃たれた、撃たれた撃たれた。あと生き残り4人やからこれで全員乗れるんすけどね。で、あと時間2分ね。うわー、登ってこられてた。さあ、じゃあせっかくなんでね、次スキーパック、これでいきましょうか。スノボーですね。でね、ちょうどここがねスキー場なんよね、私が選んだスポーンポイントが。だからこっから滑れるってことでいきましょうか。レッツゴー。この感じ、これはこれでなかなか面白い。で、まあ雪があるとかやったらね、どこでも滑れるんで、これはパーティープレイとかでみんなで滑ったら面白いね。わーお、いいじゃんいいじゃん。ジャンプ台とかないんかな。いいね。これでね、50何キロ。ゲンチャリぐらいのスピードが出てるね。もっとスピード出えへんのかな。ジャンプもできるよ。うわー、おー、回転できるやん。バトルロイヤルやってる時にそんなんするんかみたいな。おいよ、うおー。わうわうわうわ。あ、そんなアクロバットできんねや。いい、はい、来ましたっていう感じのね、移動手段です。ロッククライミング、これね、これ使っていきます。
この急勾配登るからね。これポイントっすね。ここでね、ロッククライミング使えるんよね。こんな感じで。果たしてこれがいんのかって話やけど。まあこんな感じで登れます。壁を。で、ここにジップラインがないから、トゥームレイダーみたいやな。こんな感じでね、山の上まで登れるっていう。ここにジップラインありますね。これ使って、こっち行きたい。ちょっと方角違うけどね。これで、あ、なるほどね。これで行けるんよね。撃たれたら知らんで。だからもう限られたとこでしかこれ使われへんから、ちょっとね、機動力は、いまいちやと思います。はあ、はあははあ、こんな感じですね。まあなかなか楽しいと思うけど、高速移動ができる。もうでも次も範囲入ってるからな、隠れとこか。もう無駄に戦う必要はない。次も入ってますからね。でもこれで最終アンチです。あとはヘリコプターに乗り込めば勝ち。頑張りまふう。あと7。こっちが封鎖されるんやな。さあどうなるかな。あと1分半。でどこにヘリポートがどこにできるかやな。そこが勝負っすね。でもあと6人やから、みんな仲良く4人脱出したらいいだけの話なんですけどね。近いな。エロー近いの。さあヘリコプター来ました。ヘリポートそこギリギリんとこやな。超ギリギリんとこ。ポジション的にはそこそこええと思うんやけど。あと6人もいてるんか。何人、あ、1人おったな。何人帰れるでしょうかね。死んだ。よし、一人死んだね。もうこっちはいてへんのか。これは帰れるか。結構遠いな。一人おったね。そっちおったな。いやいやいや、撃ってくんなよ。もう遮蔽物なさすぎやな。遮蔽物ないんよな。やられよった。ナイスナイスナイス。俺を狙ってたやつをね、彼がやってくれた。あと4人。もうこれ4人帰れるんやから、帰ろうぜみんな。あと1分。あと1分で。そこやり合ってるな。見逃してくれ。頼む。頼む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 。よっしゃ、来た。入った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 。いけたいけた。よっしゃ、いけたいけた。最後の最後にいけた。さあみんな来いよ。さあ一人来た。あ、もう二人だけやな。よっしゃ。
面白い。ああ、やられた。一人やられた。イエーイ。やっといけた。サバイバーリスト、マーヤ、アイパンダエクスプレス、2人、スタッツ。あ、でも、でも60分の1や。ランク1や。だから、これ2番目に乗ったら、ランク2になるんかな。ありがとうございます。ラッキーさんもありがとうございます。嬉しすぎる。最後の最後に行けてよかった。